はい、お疲れ様です。8月25日の日原子ガイド終了しました。まあ今日は、まあ、魚釣ったのはもうほぼほぼ、表層水面ですね。水面上段とで、あとはまあちょこっとだけまあ珍しくというか、かなり久しぶりにコーヒー重納進化、カバスキャ 2.5 かと、あとはまあライトリング、まあダウンショットもちょろっと、まああのなんか2頭連続で釣れたけど、2頭連続バレて見たら針が折れてたみたいなそんなことはありましたけど、まあそんな感じです。でまあそうですね、今日はまあ日中というか昼くらいからがだいぶ雨降る予報だったんですけど、で昼ぐらいからだいぶ雨降って夜まで続く予報だったんですけど、まあ結局なんかまあいつもの夏の夕立みたいな、まあちょっと時間は長かったですけどね、雨降ってる時間は、まあ波の夕立というか通り雨よりは若干長かったかもしれないけど、まあ結局夕方にはね最後止んで、ねなんか本当に夕方のまあ雨上がりっていう感じになって、まあなんか結局いつものまあ夏の天気だったかなっていう感じですね。はい。でまあ朝というか午前中のうちは割と暑いタイミングもあったり、風もね意外と弱かったりとか、そんな感じだったんですけど、まあそれでももうほぼほぼもう表層です。はい。でまあ表層ってまあ上段ですね。うん。でまあずっとねこうやって水面の上段系とかで釣ってますけど、まあここ何日かは、まあ、割とあの沖にシフトしてきてる感じですね、僕が。うん。ね、今までずっとですね、水面っていうか表層で釣れてたのって、まあ基本的にはシャローのウィードの周りとか、まあウィードなくてもまあ3、4メーター、3、4、5メーターくらいまでの、まあミドルとか、まあそういうとこだったんですけど、最近はもう本当に、そうだな、いつもの年でいう9月、10月くらいにやるような沖の表層ですね。うん。まあそっちで、まあ今日も完全にそっちでほぼほぼ釣りました。はい。まあ逆に今日はまあシャローっていうかね、そのシャローからミドル、まあ浅い側ですよね。はまあ大したこと、まあ釣れるには釣れたんですけど、大したことはなかったかなって感じですね。うん。逆に本当はあの沖の方にどんどんとシフトしてます。はい。で、まあ、あれかな。まあそれでね、どうしても表層にできらない魚、まあ反応はするんだけどできらないみたいなやつもやっぱいて、ちなみにその沖の表層もね、基本やっぱその上見てる魚というか、もう本当に水面に反応する魚が多くて、意外とそのボトムやっても食わないやつ結構多いんですよ。うん。ボトムやってると全然釣れないけど、水面やると食うみたいなやつらも結構いて、でそのね、ただ水面だとまでは出てこないみたいなね、水深があるところとか出てこないようなところなんかは、そのフォローでスイベルキャロとか、まあボトムのライトリングダウンショットとか、まあそういう芋系ですよね、コーヒー重納進化、芋系の納進化とかそういうのもやるんですけど、でねこの間は結構ちょっと前まではね、ちょっと前っていうか何日か前なんかはそういう魚がスイベルキャロですごい釣れたんですけど、まあ、今日はまあカバスキャで釣ったのが、まあ結果的にまあカバスキャで釣ってたことが、まあそこでまあカバスキャで釣ってましたね。うん。まあかなり久しぶりに、まあね、やっぱりまあ何回か言ってますけどね、そのコーヒー重納進化系の釣りってやっぱり魚のね、その飲み込まれた時の魚の致死率、まあ死んだりですね、死んじゃったり弱っちゃったりね、血ドバーっと得て死んだり弱ったり、その後ねどんどん痩せちゃったりとか、そういう風に陥る可能性っていうのはどうしても高くなっちゃうので、まあ個人的にはもうしばらくの間封印してたんですけど、まあでもね、やっぱりでもとはいえコーヒー重納進化ってやっぱり便利なのは便利なんで、まあその辺はね、まあうまく付き合う必要があるのかなっていうふうには思いますね。うん。まあね、どのみち魚釣ってやっぱりね、いくらキャッチ&リリースでね、魚に優しくって言っても魚を傷つける行為であることには変わんないんで、まあね、まあ矛盾ではあるんですけど、まあね、なんか自分の中で、まあね、かといってやっぱりそうやってすごいね、魚の致死率が高い、弱る率が高いものをね、なんか釣れるからって言って無制限にやるっていうのもやっぱりちょっとあれかなと思うし、うん、まあね、やっぱり魚釣りってどうしても資源あって、ね、魚がいての釣りなんでね、やっぱりまあキャッチ&イートとかね、その釣りだったらもう絶対的にそうなんですけど、キャッチ&リリースでもね、やっぱり
釣られれば釣られるほど魚たちのダメージは蓄積されるし、場合によっては死んじゃうから、まあ、その辺はね、まあうまく、まあ矛盾はしてるんだけど、うまくね、まあ、ね、なんていうかな、無制限にね、自分の中で無制限にそういうことをやり続けてしまうと、やっぱり将来のヒバラコがね、釣れなくなっちゃったり、なんだいっていうのはやっぱあると思うんで、まあその辺はね、矛盾はしているけど、まあうまく付き合っていくというか、まあ常に落としどころを考えながらやっていく感じかなっていう感じですね。うん。まあね、僕の場合は、まあ、まあ、なるべく、まあスピニングでのね、スピニングで、まあ4ポンドとかでね、まあもしくはベイトフィネスで、まあフルフッキング、パワーファイトとかは避けて、で、まあ場合によってね、その、まあそのフルフッキング系ですよね。まあカバスキャとか、ね、パルステールとか、その辺のまあ、まあ太めのラインやるような時なんかは、まあもう極力飲み込ませないように、もうなるべくすぐ合わせるようにを心がけて、で、まああんまりそれでね、バン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 釣れてますっていうふうには言わないっていうふうにしてるのが、まあ今のところの自分のスタンスなんですけど、まあまあそれはね、あくまでも自分、まあ僕の自分の個人の落としどころなんで、まあまあそういう感じにしてますっていう感じですね。はい。まあということで、まあそんな感じの、まあ基本的には、水面、まあ上で食わせた方が手っ取り早いことが多いんで、まあ上で食わせてって、まあフォローで場合によって、まあスイベルキャロで中層やったり、まあボトムやったり、で、ボトムがライトリングだったり、まあ今日はね、どうしてもやっぱりその、コーヒー中濃進化の方が食ったので、まあとりあえずまあそっちもまあ、ね、なるべく飲み込ませないようにしてやらせてもらったっていう感じです。はい、ということで、8月25日の桧原湖ガイドでした。